JR 東日本253系電車長野電鉄2100系電車長野電鉄2100系電車は長野電鉄の特急系電車。老朽化した2000系の代替として JR 東日本253系を譲り受けた車両である。愛称はスノーモンキー。e に編成に貼られているロゴマーク長野電鉄では 特急列車用に2000系を運行してきたが、登場から30年以上が経過し、老朽化が進行していた。1000系や8500系の導入で一部の編成が置き換えられたものの未だ2000系は運行されており、これを置き換える目的で導入されたのが本系列である。種車は成田エクスプレスで、 E259 系に置き換えられたことで余剰となった JR 東日本の253系である。改造は長野総合車両センターで実施された。愛称のスノーモンキーは地獄谷園公園の雪景色の中温泉に入る猿にちなんで命名された。後にロゴマークも制定され E2 編成に重複されている。長野電鉄での運用開始に伴い、 ワンマン運転用の機器が設置された。おおむねの外観は JR 時代の状態を保っているが E2 編成は登場直後の2012年に長野電鉄オリジナルの図書区に変更されている。また、2編成とも地獄谷園公園で撮影された日本猿の画像が1号車長野寄りに貼られている。溶断パン、行き先案内装置など種車からそのまま踏襲された設備が多い。 なお、JR 時代は、全面方向幕が装備されていなかったが、長野電鉄での運用開始後にサボを取り付ける形で、全面にも行き先表示を行うようになった。先頭車の連結機は、区波2152の車内、普通席普通席運転室、普通席付属中学前駅朝日駅付近を、走行中の都職更新後の e に編成現在は、 長野線の A 特急と B 特急で運用されている。のんびり号では通常は運用されないが、線形の検査時にはダイソーとして運用に入る。なお、2014年6月に8500系が車両点検を行った影響で一部の普通列車に運用された事例がある。図書区更新前の E に編成。ありがとうございます。